これからですね、ここに今2つほど鉢を用意したんですけど、まあ、1つにはですね、ハオルシアの玉扇錦ですかね。まあこれの葉をですね、まあ瓶の中に入れちゃおうと思って、まあ、用意したんですけどね。まあ、こうやって動画なんかに撮ったりして後で、まあ、パソコンなんかの画面で見ると大きく映って、うわすごいとか綺麗とかってなるんかもしれないんですけど、まあ私が今こうやって動画を撮りながらですね、タブレットの画面で、まあ、見て、まあ、ピント合わせながら拡大なんかして、まあ、こんな風にやって見ていると、まあ、さも大きそうに見えるかも分かりませんけど、実際はこんな大きさですよね。こんな大きさですよ。こんな大きさじゃ全然斑入りとして、まあ、楽しもうと思った時に、まあ、これはこれでいいんでしょうけど、綺麗っていうそういう目でこう見るんだとすればもっとでっかい方がいいですね。まあ、多少は非売して何年かすると大きくなるんでしょうけど、そうですね、このぐらいの大きさでもあれば展示会場の中に展示しても、まあ、ある程度見応えするんでしょう。この大きさじゃどうにもならないですよね。まあこれを瓶の中でですね、育てて、で、まあ、早くでかくしてですね、すごいこの大きな鉢にでも植えてあげればって、まあ、考えるわけなんですけど、ここにですね、この瓶の大きさこんな感じですね。これブラックレディの、まあ、柄物のメリクロンだそうです。まあ、私の天聖会の弟子が送ってくれたんですけど、これ去年の9月の未生だそうです。まだ1年経ってませんね。でこの大きさですよ。この大きさ、まあ、種から発芽したっていう状態はですね、こういうものをメリクロンしてカルスになったその一粒一粒と同じことですから、まあ、これを今日メリクロンしてですね、まあ、一月ぐらいするともうカルスがいっぱいできてきますから、そのカルスから今度は芽をあるいは根っこをですね誘導してあげて、そうすると1年ぐらいするとこのぐらいの大きさになるってことですよね。まあ、ここに今本数にして7、8本ですかね、まあ、一つの株になってますけど、まあ、これをずっとカルスにしていくと、まあ、例えばここに今葉っぱが7、8枚ありますよね。これを全部、まあ、切って瓶の中に入れちゃえば、まあ、あっという間に数っていうのは増えますね。まあ、1本からカルスにしていくよりは、まあ、7、8本を一気に全部、これ要するにこんなものいらないわけですよ。今目の前にある状態では、まあ自分としてみれば価値がないっていうか、これはこれでいいとは思いますけど、まあ、せっかくこういう培養をやってるわけですから、このレベルで楽しむんじゃなくてですね、洗面器ぐらいの大きさのところにこういうやつが1000本ぐらいねあるような、そういうんで楽しむっていうか、まあそういう感覚なんです。ですからこれをどんどん切り刻んでですね、瓶の中に入れてカルスにして、でこういうやつがあと1年後ぐらいにはですね、まあ、1000本とか1万本とかなればいいんですから、まあ、この大きさですと瓶の中に4、5株は入っても大丈夫ですね。まあ、とりあえず今うちに5000本瓶が余ってますから、5000本にこれが5株ずつあれば2万5000本ってことですよね。
まあ、ですから、まあ、こういうものをですね、メリクロンスっていうのはですね、こんなちっちゃな鉢でこんなちっちゃな斑入りを見て楽しむんだったら洗面器ぐらいの大きな鉢に1000本ぐらい入れて、まあ、そうすればある程度見応えすると思いますし、まあ、このぐらいの大きさになればね、あれはもっと大きくなればと思うわけですね。こちら側はですね、アドロミスクスっていうんですか、それの斑入りです。さっき伊勢崎バイオに来る途中で鋼さんのところに寄ってきまして、これ今日瓶に入れるからどの辺から切っていいですかねとかっていう、まあ、そんな話をしてきてですね、ここの小さな葉っぱがあるこの上の茎のところからですね切って入れようかなっていう、まあ、そんな風に話をしてきました。まあ、それなのでとりあえずですね、まずはこの2つを消毒して瓶に入れて、でその後で今度はこっちにあるやつを違う瓶に移し替えます。まあとりあえず2枚ぐらい葉っぱを外側でも取ってですね入れようかなとは思っています。まあ今のところカビが出たりとかっていうそういう成功率で考えればほぼ 100% 入ってますから、まあですから多分2枚入れれば十分だと思いますよね。外側の2枚ですね。ここですね。ここですね。まあ、今日は私が一人なので作業を始めると動画撮れませんから、とりあえず今切り刻む前の、まあ、これを今日は瓶の中で消毒して入れますよっていう動画です。